今日ね、あまりにも暑いから、もうかき氷食べたいということで、茶氷町ね、見ていくと、竹の器のね、入ってる、この浜佐商店さんの氷煎茶、これすごい美味しそうだなと思って、安西通りにあるみたいなんで、行ってみようということで、これ安西通りですね、に面した、このお店、浜佐商店さん、来ました。お茶の問屋さんですね。だからまあ、お茶のプロですよと。煎茶は良かったんだけど、ほうじ茶もあるっていうから、ほうじ茶の方をね、選んでみました。竹の器は涼しそうでね、美味しそうです。最初の気持ち、どうかな、どうかな、どうかな。別に2パック入れていただいて、2、3
やば。うまっ。Mm-hmm.